仙骨を合成する買ってみた。普通に YouTube で行く。ダルビッシュ。アップとか全然違うんですか、選手によって。多分全然違いますね。あんまり人のやつ見てないけど。水泳普段着みたいですよね。もう普段着ですね。このまま着て帰れますね。あ、もうそのまま着て。まあさすがに汚れるんで帰れますけど。カイ君どんな先輩ですか。いやもう結構僕がユースの代表初めて入った時くらいからずっといるんで。一緒やったよな、タイミング的には。そうそう、俺が初めて全国大会 JOC 出た時に決勝で負けたんですよ。ドフ系その時めっちゃ注目されてさ、なんかロックスの中なんかも見てる。あ、ボール神奈川とかですよね。そうで、ドフ系さみたいな、で全然俺知らんから誰か、はいはいはい、誰かと思ってたいつの間にか勝ってた。いやもうヤンキー時代めっちゃ怖かったんですよ。アクセレーションルームで大会前に隔離されるとこがあるんですけど、その時にもう一人だけ明らかに尖ってて、それは結構やっぱみんな顔見知りなんですけど、やっぱ体育だって知ってる人おらんかったんですよ。急に来て、ヒロト君くらいしかいないですもん。だからもう誰も話してないし、めっちゃ怖かったです。今はどんな感じですか。今はもうすごい優しいですね。感じるくらい気をしてるみたいな。でも本当にずっとやっぱ自分の一個上にいてくれるんで、なんていうんですかね、もう昔からずっと目標にし続けてる感じですね。自分が強くなっても海君がもっと強くなってるしっていうのがあります。いいですね。海君は神奈川ですもんね。はい。あ、でも今はちょうどそのコロナのあれで神奈川にいるんですけど、一応所属が鹿児島県で、コロナ前は鹿児島と神奈川とかうろうろしまして行ったり来たり、練習内容によって拠点変えたりしてました、ね、ここはあんま来ない感じですか。ここは最近よく来てます。ちょっとやっぱりすごい苦手なんで、ここの課題が得意になりたいなと思って通ってます。結構全然違うんですか。違いますね、場所によって。特にここはそのホールドを取り扱ってる代理店も同じ会社なんで、やっぱ豪華なんですよ、すごい。それで、こんな豪華に使えるとこないんで、他のジムだと。そういう意味では、大会に一番近いです。土井くん、どんな子ですか。最初、メガネかけてて、ガリガリで、なんかもう、ザ・オタクみたいな感じ。今はだからこんな感じだけど、最初だって全然喋んなかったもんね。いや、怖かったんですよ。ドッキリがまず、多分避けてた俺も。ハイ君と仲いい選手と僕が同部屋だったんですよ。それで、その人も僕からしたら先輩なんで、すごいなんか気を使ってたんですけど、なんか時差ボケとかもあって結構早めに寝てて、なんか8時とか9時くらいに寝ちゃってて、そしたら、ハイ君が来て、いきなり顔に水かけられて、何気持ちよさそうに寝てんねんって言われて、何されてるか分かんなくて怖いな。そのままつまんな出ろって言われて、それが初めて喋った時です。俺のイメージめっちゃ悪くなる。めちゃくちゃ怖くて当時は怖い先輩だった。今考えたらめっちゃ面白い思い出ですけど。めっちゃ多いっすよね、アップのメニュー。なんかでも今定まってないです。新しいのどんどんやってる、はい、大会ないし、なんか試し中です。どれがいいか今とりあえず硬くなったところをほぐしてます。背中周り首周りが結構、俺多分枕合ってないと思うんですよね。めっちゃ起きたらめっちゃ首痛いんですよ、いつも。あと布団も合ってないから多分腰も痛いの。それだからそれをまず取るっていう。それどこだっけ、なんか布団メーカーさんがちょっとお願いしたらいいんじゃないの。めっちゃ首痛くて低反発の枕さ、最近いいんですよ、回転。最近いいですよ。
海外とかの方が逆にスッキリするもん、あの買ったい布団の方が、うん、そうですね、あんまイメージないんですなんか、なんだろう、約束をして登りに行くっていうよりは、まあ、行ったら一緒に同じ課題トライするもよし、うん、別々にやるもよしって感じですね、うん、あ、まあ、結構イメージは、はい、それはいいですね。なんかすごい仲いい2、3人がいつも一緒に行動してるか、なんかもう誰とでも一緒に登る感じかっていうイメージですね、クライマーは。例えば僕なんか、なんかすごい弱くなっちゃってたんで、自粛明けで全然ついていけなくて、結構ここ2、3日は逃げてましたね、そのハイ君とか他の先輩から全然一緒にやっても登らないなと。はい、だいぶやっぱ登んないと握力も結構落ちちゃいます。そうですね、あとやっぱここのジムが特になんですけど、やっぱ大会に近い動きなんですよ。家の中でできる筋トレとか単純なトレーニングから一番遠いんで、やっぱりやってない分がすぐ出てきちゃいますね。動きの確認って感じですか。そうですね、アップはどっちかというとこんな感じです。いいですか、今日調子。
ちょっと疲れた。昨日、最近家を住みやすくしようと思って、なんかやたら改造してるんですよ、家を。昨日も東急ハンズで DIY セット買って、めっちゃやってました、家で。でも、カイ君って、物ある方じゃないですよね。そう、だから、なんかすっきりした方が好きなんで、さすがになさすぎるのもあれだし。最近はキッチン周りをこだわり出して、ルート通ってるって感じじゃないからダイナミックがいいっす、面白いっす。そうですね、あっつもうどんぐらい登るんすか、アップで。アップっすか、はい、でももう全然徐々にグレード上げてっていう感じですけど、クライミングの登りのアップは短いっすか。あ、もういけますよ。この辺意識したらいいよみたいなことってあるんですか、アップの時は。体アクティベートするためにとか。まあ普通にその自分が使いたい部分をまあ使うように意識して、アップのうちに。で、まあそのやっぱ本気で登り出すとやっぱ意識できない、必死すぎてあんま意識できなくなってくるんで、その時にまあアップでしっかり意識しとけば勝手に多分意識残ってるから、まあ、そういうことを考えながらアップしてます。なんか、まあ、体慣らす、まあ、動き始め体硬いし慣らすっていうのも大事なんですけど、まあ、なんかどっちかというと俺は登る前に床で、まあ、しっかり体を起こして、でクライミングはもうなんか慣らすっていうよりは意識した部分を使うっていう感じ。ちょっと癖づけるんや。はい、あとリビカーがすぐなくなっちゃうんで、なんか上りでずっとアップしてたら即興リビカー終わっちゃうんで、だからっていうのも